今回はこちらの動画の作り方をご紹介していきます。使うソフトは Adobe After Effects。 早速編集を見ていきたいところですが、その前に準備としてアイデアを紙に簡単に書いていきました。そしたら次は撮影ですが、部屋で折りたたみグリーンスクリーンで撮影。照明は真上のアッパーライトと後ろに下からのライト。これでまずは正面からの映像を撮影しておきます。続いて手だけを使っていくので、それぞれ動きを個別に撮影しておきます。さらに桜の季節だったので、桜の写真を撮っておいてから Photoshop で切り抜いておきました。時間がない人はダウンロードしたり生成 AI で作ってもいいかもしれません。これで素材の準備は OK。 早速編集していきましょう。 After Effects に映像を挿入したら人物の身を切り抜きます。キーライトのエフェクトを使ってスクリーンマットを調整することで、緑のところが切り抜かれて黒巻き合成ができます。細かいところはマスクを切ったりしながら調整していきましょう。ここまでできたら、あとはロボットのごとく合体。これだけでも楽しい映像ができます。この時に構図の参考としてラバットメント構図を使ったり、補助線を引いておくと配置する時の参考になったりします。そしたらお次は、いつもはシェイプで作るモーショングラフィックスを花びらの写真で作っていきましょう。花びらは1枚ずつ切り離して花が開く動きを作ってみたり、移動したりする動きもたくさん作るとちょっと映えます。これ1個ずつ作るのは面倒だったので、ミラーのエフェクトを適用して反転させて使っています。もちろんみんな大好きパーティクルもここで微妙な量を追加しております。いろいろと作ってますが、背景とお花と人物とフィルター、こんな感じで積み重ねて出来上がってます。ぜひともいろいろと遊んでみてはいかがでしょう。それではまた。